まあ、ようやく、はい、あのお見せできるあのものになりましたので、はい、モチーフとなっているのは1920年代、30年代にアメリカで活躍したあの世界で一番最初の高速鉄道、うん、初めて鉄道ができてゆっくり人を運んでいたのをもっと荷物とかそういうのを早く運ぼうというところで列車自体のフォルムを流線形にして、うん、あのすごくこう速さに特化したっていう鉄道ができたのがちょうどその頃で、その流線形デザインっていうのは非常に当時のいろいろなデザイナーにもすごく刺激を与えて、車であったりとかいろいろなあのインダストリアデザインに流線形っていうのが取り入れられていた時代でありました。そのデザインを現在のモーザーと結合して、